事に試合に勝利して帰ってまいりました。竹がやっていきます。さあ B トーナメントベスト8に進みましょう。さあ始めてみましょう。ワンゲラープリン対関根リンク。さあ関根さんリンクの帽子をかぶっている。さあ早速 35% 持ち取って、さあワンゲラーさん対関根さんというのはどっちが勝ち越してるんでしょうね。どうなんでしょうね。キャラ的に言ったらリンクが勝ってそうな。そうですね。そうもいかないな。このワンゲラプリン殺すかこれ。さあ上スマで、あっと投げが入らない。さあ爆弾落とし、さあ NA までこれは手つかみでいいでしょうと。さあまず1ストック取ったのはワンゲラプリン。お互い立ち回りに定評のある2人ですが、さあ空下が当たって回そう。さあ振り出しに戻して、さあドリルドリル、なんとか駆けつかんで上京上京 NA 上京上京。さあ暴れない。さあ全くの互角でしょ。NA さあ関根さんはこの飛び道具の使い方非常にうまいですね。それをどうかわしていくか。ワンゲラープリン、これいやらしいですよね。いやらしいですね。なかなか攻め込ませてくれないですね。さあ崩したから後ろ投げで阻止はどうなる。あーとブーメランうまい。そううまい。横スマ当たらず。長いですね、あれは長年の経験ですよ。さあ上、さあ徐々にプリン側もパーセントが溜まってきた。 NA さあしっかりトスして、さあしかしプリンも 81%。 スリー爆弾から空前がNA、さあなんとかかわして、あっと投げられて奥締めは難しい。さあ上投げ上空を NA。 さあワンゲラープリンがリードしている展開だな。さあ空下で上バースト、空ご上投げて、これは殺せるか。おっと反対側に行ってしまった。魂のずらしが魂のずらし。さあワンゲラフジ投げています。攻撃を当たったにもかかわらず生き残りたいという。さあこれはおっと生き返る生きている不死身なのかこのリンクは。さあしかし 101% もう何か当たれば厳しいが、ここからまくっていくことができるのか。危ない。これはおっと横綱当たらずに、あーっと NA 当たってバースト。今のスライドからちゃんとしたいです。うまいですね。さあまずはワンゲラープリンが1本取っていく。さあ修正することができるのか。さあ2人とも SSC の2018年出場していますが、空下からさあ前が非常に素晴らしい。空前空前 NA までは繋がらないが死んでしまう。さあラッキーと
て、N へ、クへ、投げて、クへ、クーマへ、N へ。さあ、ワンゲラプリン一気にリードしていく。まだ一発も食らってない。あっと、爆弾になってしまい、こちらから、クーシャーまで最低限の火力を稼いでいく。戻りブーメランが上手くて、ブーストでバースト、ドリルから上に投げて、大きい攻め、大きい攻め、4コスも当たらず、しかししっかりリカバーしてる。さあ空母と、さあ一方的な展開、これは立ち止めが凄まじい。ここから逆転することができるか、赤霊リンク後がない。ブーストブーメランからの、あっと投げが暴発した。これは死にかねないぞ。上、空前、NA、 これは帰れない。ワンゲラープリン勝利。